こんにちは、クリッカー夏猫です。2万件以上に上る HV 関連特許の無償開放を発表したトヨタ自動車。同社は長きにわたる HV 開発で得たノウハウを特許として蓄積しており、製品化の際の技術サポートについても提供する考えのようです。一方でドイツ VW が先頃 EV 電気自動車専用プラットフォーム MEB の他社への販売を表明、大規模な販売目標を掲げており、 MEB のコストダウンにより EV 化を加速させる構えを見せています。ただ EV 普及には充電用のインフラ整備や航続距離に起因する実用性など、現時点では解決すべき課題が多いのも事実。そこでトヨタとしては VW の EV 化戦略への対抗策として HV 技術の開放により仲間づくりを積極化、並行して今後の EV 商戦に向け EV に転用が効く HV 使用パーツのコストダウンを急ぐ手段に出たものと思われます。今回の HV 関連特許開放は一見慎重派のトヨタらしからぬ大胆な動きに見えますが、 VW の動きを勘案するとトヨタの HV 関連特許開放は将来の EV 普及を見据えた前哨戦と言えそうです。